気象速報です。今日7月14日11時気象台は北陸地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。平年よりも9日早い、昨年よりも18日早い梅雨明けです。昨日梅雨明けとなった九州北部地方と中国地方に続いて全国で5番目に早い梅雨明けとなりました。近畿や関東よりも早い発表となります。この先は晴れる日が多くなりますが、日中は天気の急変にご注意ください。夏の光、日差しがしっかりと届きますので、暑さ対策なども行うようにお願いいたします。